どうも、クリアスキョウです。では、今回もファイナルファンタジー7の実況プレイを始めていきたいと思います。前回は、ジュノンの海底魔法炉に行って、で、そこで吸血マテリアを見つけるんですけども、まあ、タークスの妨害もあって、まあ、シンナの手に渡ったってことでいいのかな。まあ、なので今回はそれを取り返すところから始めていきたいと思います。で、見てください、これ永遠にあそこでうろうろして、なんでうろうろしてんの、あんたら。まあいいや、これ開けてみましょう。青龍エグット、来た。三国志官軍長の武器ですね、いいね。ヒゲシンの武器ゲット。キーアイテム、水神様の鱗。あ、これあれですよね、だいぶ前のパートになるんですけども、なんかダチョウ長だか何だか忘れましたけども、そこにあれ火を消すときに使うとかって言ってたような気がする。まあうろ覚えなで間違ってたってみたい。では行ってみますか。何をそこでうろうろしてるお前たち。おぬれ。あ、バトルなんだ。面倒なんで、ちょっと、コスモの国でやってみますか。まあ、コスモメモリーもね、今や僕の動画ではフル株のリミットブレーキになったもんですよね。バレットやクラウドも究極のリミットブレイク技を手に入れてからはもうすっかり先輩のリミットブレイク技になってると思うな。あれ、まだ筆は渡さんと、だったらさっさと逃げればよかったな。なんでこれうろうろしてたのよ。おかしいでしょ、うろうろしてないで、とっとと逃げればよかったな。まあいいや、そこのところはやっ突っ込まずにやっていきますか。で、これに乗れってことか。潜水艦が落ちてら力ずくで奪ってみな。ああ、先輩、そんな強気な発言は。なるほど、サイドアタックか。まあいい、ちょうどいいハンデだからな。ラスト、オッケー。お、タイタンのレベルアップ、オッケー。ふう、行くぞクラウド、俺に続け。このセリフ懐かしいな。一番マコードのクラウドにも確か同じセリフ言ってたんですよね、確か。確かあの時は行くぞ新入り、俺に続けだったんですけども、今回はちゃんとクラウドで呼んでるのでね、まあどこか懐かしみを感じますね。けっ、なんてな。覚えてるか、最初は俺がリーダーだよ。うん、まさにそのこと、そのことまさに今俺が言ったことそのまま言ってる。なあ、あの列車に乗ってからよ、ずいぶん遠くに来たもんだ。変わっちまったぜ、あれやこれやとだよ。まあ懐かしんでいる暇は今はないんですけどね。さて、タイタンのレベルがマックスになったみたい。タイタンおじさん、ここでお別れです。それじゃ誰入れようか。バハムートか、バハムート入れます。ではセーブしておきますので一旦カット。では行きましょう。こりゃいかん。もうあそこないであります。自分は蹴れたくないであります。自分は悔いが残るであります。一度も実践でスペシャルポーズやったことないであります。おい待って、これハレちゃん、もしかしてあの歓迎パレードので仲良くしてくれた先輩じゃない、もしかしてこれ。嘘、ここでまさかの再会ですか。うっし、この戦いに初勝利し、見せつけちゃれ。はっ、最後の訓練始め。
魔術となる思い残すことはない。突撃これにしてくれ、これにしてくれ、バトルとか。せっかくね、歓迎パレードをね、歓迎パレードで新米のクラウドをさせてくれた先輩たちだ。俺はバトルはしてくれ、あんたたちには悪いけど捕虜になってもらうぜ。誰かすまない、俺もう限界なんだ。この狭さ、揺れ、エンジン音、ピコピコしやがって、どうやって動かすんだ。動いてよクラウド、やってみてよ。そうだな、動かしてる方が気が紛れる。ここは俺に任せてくれ。そうか、動かせるのか。心配すな、止まっちまったら俺がぶったたいて直すからよ。ありがとうであります、お料理してくれて自分は幸せであります。それは先輩だからな。クラウドやってみてよ。潜水艦の操作は難しいでありますよ、自分はちんぷんかんぷんであります。なるほど。で、この人は違う違う、あれ、あ、出ちゃった。違う違う、この人に話したんだよ。あれあれ、バレットどこ行った。あれ、バレットどこ行ってた。あれ、あ、バレットいた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 。あ、こんなとこにいたのか。心配すな。じゃあやっていきますか。さて、どうするか。はい、ちょっと操作説明見ておきますか、念のため。潜水艦の操作マニュアル初心者編、ボタン配置、左旋回下降、右旋回上昇、魚雷発射、前進、後退、丸は使用しないんだ。ミッション指令、現在死ぬ海底にはヒュージマテリアを積んだ赤い素数潜水艦を護衛するため、死んだ海軍潜水隊が先行している模様、また海底には機雷が多数配置されていることを確認。海底の様子はシンダー特製ソナーレーダー画面を通じてしか見ることができない。先行している敵潜水艦はソナー範囲内に捉えない限り認識不可能だ。発見した潜水艦を真正面に捉え、ロックオン、四角ボタンで魚雷を突き込め。レーダー画面上、伸び縮みする光の柱の上に表示されるのが嫌いだ。嫌いへの接触は大きなダメージとなるので注意。わあ、これ絶対難しいあれですね。ヒュージマテリアを積んだ赤いポス潜水艦の撃破、タイムリミットは10分。できるかなこれ。ワンポイントアドバイス、1、敵潜水艦を正面に捉えよ。2、ロックオンマークが赤く点滅したら魚雷発射。3、赤いポス潜水艦を集中攻撃せよ。4、敵を見失ったら R1 の全体レーザーで探索。一旦セーブしてきますので、一旦カット。はい、セーブが終わりましたので再開していきましょう。じゃあやるしかないか。やらないことには取り戻せないって言いますからね。三角でスピードアップだっけ、で丸で魚雷発射だっけ。ではやってみますか。見ちゃった。いいか。だね、全身が三角で丸、四角で魚雷発射。さて、やっていきますか。準備は完了だな。ではミッション開始しますか。このスイッチか。メインビューワーか。スクリーンオン、画面モードを切り替えます。何こういうやつ、マジか。こういうやつか。ちょっと待って、ちょっと行き過ぎた。ちょっと、
ちょっと早く。ちょっと待って。ちょっと上がって。はい、というわけでね、ちょっとやり直したいと思います。さて、リベンジマッチだ。いくぞ。はっ。ほほほほ。ちょっと行き過ぎた。ちょっと交代。ちょっと。あ、ミッションコンプリート。行った。オッケー。よっしゃ。行った。よかった。ふう。なんとか行きましたね。シンラの最新潜水艦を手に入れた。よし。1回目はちょっと。あれでしたけども、2回目でなんとか成功してよかったです。いやー、まあ、これ、何度も失敗する覚悟はしてたんですけどね。ふぅ、やったな。中置マテリアは海底に沈んだままはずだ。このまま探索を続けるか。神羅潜水艦部隊前期、応答せよ。神羅潜水艦部隊前期、応答せよ。ん？神羅の通信か。どうした？2号機、応答せよ。俺たちじゃねえのか。わかった、やってみる。こちらに神羅2号機、異常なし。了解。次のミッションを伝える。速やかにジュノンドックに寄港せよ。シュージバテリアをエアポートより搬出する。作業のないものは警備に当たること。以上、通信終了。ジュノンエアポート、急げば間に合うか。海底のヒュージバテリアは後回しだ。浮上するぞ。発進。おお。あ、てか、あ、てか、チョコもでか。あ、これで潜水艦も手に入れることができるってことか。へえ、なるほど。潜水艦の操作で、なるほど。で、どこに行けばいいのかな、次。まあ、それじゃあちょっとセーブしますので、一旦カット。はい、というわけでね、イベントでは一旦戻れって言ってるんですけども、ちょっとやっぱり自分としてはヒュージマテリアの件も心配なので、先に回収したいと思います。あ、これじゃなくて、ちょっとどかしますか。これです。これでちょっと潜りましょう。あれ？あ、これじゃない。多分これかな。あ、これじゃないか。これがあの回転マコロってやつですか。ん？え？何あれ？え？え、何あれ？なんか変なの色ついてるんですけど。え？なんだあれ。言っちゃったけど。怖っ。なんだ、あんな色ついてんの。え？まあいいや。ひとまず。確か赤い船でしたよね。てかさっきの、びっくりした。びっくりした。なんなんこいつ本当に。もうなんか見えてる敵ってびっくりする本当に。
まあいいや、ひとまず潜水艦探しましょう。なんかあれ触れたら相当やばいことになりそうですね。あれかな、なんか赤いのが、これだ、これこれか。ふう、これが俺たちの撃沈したボス潜水艦か。うっぷ、思い出したら気持ちが悪くなってきたの。ヒュージマテリア回収完了、損傷はないもよ。ふう、ひとまずよかったな。Tアイテム、ヒュージマテリアを手に入れた。よし、これでヒュージマテリアは全部ですね。さて、帰るとしましょうか。それにしても何やこいつ、急にこんなのがいるなんて。ってかこれ絶対触れたらやばいあれですよね。ちょっと思い出してきたんですけど、もしかしてあれかな、ウェポンかなこいつ。もしかしてムービーちょっと見てなかったんでよく覚えてないんですけども、こんなウェポンいたようないなかったような、まあよくわかりませんけど、絡まれる前に逃げましょう。もうあんなのに絡まれる、あんなのにね絡まれるんだったらもうどうなることやらわかりませんからね。それじゃあ戻りますか。はい、では制御しますので一旦カット。はい、というわけでコンドル氷土のヒュージマテリア、コレルムマコールのヒュージマテリア、海底のヒュージマテリアの3つを獲得しました。あれ、自分4つって言いましたか、さっき。あ、ごめんなさい、4つじゃないです、3つです、ごめんなさい、さっき4つって言っちゃったかな。まあ覚えてませんけど、正しくは3つです。はい、でこの3つのマテリアを、マテリアじゃない、ヒュージマテリアを手に入れることができました。では次回、まあ本編と言いたいところなんですけども、申し訳ありません、ちょっとまたおまけ動画にさせてください。もうおまけ動画立て続けに出して申し訳ありません。本編楽しみたい方は本当に申し訳ありません。でもせっかくね、潜水艦を手に入れたので、まあいろんなとこ探索してみようかなと思います。そしてあの謎のあいつ、絶対ヤバそうなやつですけども、あいつの正体も突き止めたいと思いますので、次はおまけとしてその回にしたいと思います。なので皆様、本編ではございませんのでご了承くださいませ。では次回もお楽しみください。次の動画でお会いいたしましょう。お相手はスクエアスクエアでした。チャンネル登録待ってます。バイバイ。